はい、こんにちは、ソニーショップテックスタッフの店員佐藤でございます。今日はですね、ずらっとマイクをですね、今日はたくさんのマイクをお店から持ってきました。6製品、これらの、音をですね、ちょっと比較して録音して比較してみようかなと思います。ちなみに今撮影しているのは、デジタル一眼カメラ、Vlog カムの ZV-E10、 これの内蔵マイクを使って録音しています。まだ8月です。あ、もう9月に入ったんだ。今日から9月1日なのですが、周りでセミが割といっぱい鳴いてますが、主に指向性の高いマイクを使うとどういう風になるのか。あとこれですね、ワイヤレスマイク、こうやってセパレートで、ワイヤレスで付けられるマイクとかもありますので、これもどんな風に聞こえるのかちょっと試してみようかと思います。まずは新製品の ECM-G1 と ECM-B10、 これの音の違いからちょっと聞き比べてみようかと思います。まずは ECM-B10、 これに、差し替えてみようと思います。どうぞ。はい、マイクを切り替えてみました。 ECM-B10 です。これはですね、指向性の切り替えができるマイクで、今は、一番、鋭い指向性になる A 指向性に切り替えています。レベルはオートになっています。デジタル伝送ができるので、 ZV-10 と組み合わせるとこのマイクだけデジタルでの、音の伝送をしています。先ほどと比べて、音の聞こえ方はどうでしょう。ナレーションの声と、あと周りの声がちょっと違ってくるかなと思います。これが、ECM-B10 の音声収録です。ウィンドウスクリーンもついてるんですが、ウィンドウスクリーンも装着した状態で、今回は収録しています。風がないのであまり、ウィンドウスクリーンの、効果はないかもしれない、違いは出ないかもしれないですね。では続いては、ECM-G1 に切り替えてみたいと思います。ではマイクを切り替えます。はい、これがさっきまでが ECM-B10 の、このマイクでの収録でした。今 ECM-G1 に、新製品の ECM-G1 に切り替えてみました。こちらのマイクはアナログ伝送になります。一番小さな、ショットガンマイクロフォンということで、指向性は高いままの、切り替えができないマイクになります。ただ価格は17,700円とだいぶリーズナブルになります。今一押しのマイクですね、ソニーさんのね。こちらも指向性は、前方のみになるんですけれども、私の音の声の入りとかいかがですか。結構指向性が高いので周りのセミの音とかもあまり入らないんじゃないかなと思います。続いてはですね、ハンディカム用のアクセサリーとして発売されていたこちら、ECM-GZ1M という、これもショットガンマイクロフォンなんですけれども、18,868円の製品になります。こちらをですね、ちょっと付け替えてみようかなと思います。では付け替えてみます。入れ替えて ECM-GZ1M に切り替えています。これが ECM-G1 ですね。だいぶ小さな可愛いマイクロフォンでした。ちなみに、ウィンドスクリーンもこんな可愛いやつがついてます。こうやって入れて使います。アナログの入出力端子もあるので、これは Xperia と Xperia Pro i の、Vlog モニターにつなぐこと、もしくは、ソニー製以外 のカメラでも、マイク入力端子を使って接続することができます。今回の、ハンディカム用のやつは、これが出る前の、最も、手軽なショットガンマイクロフォンだったと思います。どうでしょうか、指向性の方は最新のモデルと比べて。サイズはちょっと長くなるんですけども、いかにもショットガンというような、デザインのものになります。続いては、ステレオマイクロフォンですね。ショットガンマイクロフォンは基本モノラル収録になるんですけども、ステレオで収録ができる、こちらを、指向性高めたもの と、ワイドにしたもの と、これは簡単に切り替えができるので、ちょっと試してみたいと思います。ではマイクを切り替えます。はい、マイクを切り替えました。こちらが、ECM-GZ1M です。今切り替えたのは ECM-XY-ST1M ですね。それの、XY を、二軸のマイクをですね、今広げて撮ってますけども、これを、キュッと狭めて指向性高めることができるので、今ここで変えてしまいたいと思います。じゃあ変えます。
はい、今指向性を変えました。前に2本やりました。ステレオ感とかっていうのは、これヘッドホンで聞いてると違いが分かりますかね。どうでしょうか、違いは。続いてはこちらの、ワイヤレスマイクロフォン ECM-W2BT、こっちが、カメラ側につける方で、こっちがマイク部分ですね。ワイヤレスでつながることになってます。ちょっとこちらに切り替えてみたいと思います。それはい、マイクを付け替えました。今度はワイヤレスマイクになっています。よいしょ。ワイヤレスマイクで、ここについているのがマイクですね。ここで拾っているので、おそらくもう距離を空けようが、横の方に移動しようが音量も変わらず、距離的にはこれ 5、60メートルは多分実測で撮ってみた時に行けてたので、何ら変わらなくずっと撮れると思います。これにですね、オプションで、ECM-LV1 というステレオマイクがついてます。このワイヤレスマイクロフォン自体は、モノラル収録になるんですけども、これをつけることによってステレオの音声に切り替えることができるので、ちょっとこれも試してみようと思います。キャップを外すと、ここにマイク入力端子があるので、ここに、マイクを装着します。で、この装着したマイクをここにステレオでつけます。よいしょ。こんな感じですかね。これで、ステレオ収録での音声入力になっているかと思います。指向性は特にないのですが、どんな感じでしょうか。今度はですね、場所を変えました。橋の下で、音が反響するところで撮ってます。あと近くに電車も通ってるし、遠くでは子供たちの遊ぶ声も聞こえますね。これは、今 ZV-E10 の内蔵マイクで収録しています。マイクをチェンジしてみます。ECM-G1 にチェンジしてみます。はい、マイクをチェンジしてみました。今度は ECM-G1 の、収録になっています。アナログ伝送のショットガンマイクロフォンの新製品、ソニー価格17,700円です。続いては ECM-B10 に切り替えてみたいと思います。はい、マイクを切り替えてみました。今度は ECM-B10 です。デジタル伝送のマイクロフォンです。指向性は相変わらず A 指向性にしています。今電車が来ましたね。電車が今通ってるんですが、その音は入ってるでしょうか。あと、橋の下で僕が聞いてても自分の声が反響しているのが分かります。この反響音が入ってるでしょうか。あ、ちょっとじゃあ指向性変えてみましょう。よいしょ。切り替えですぐできちゃう。はい、今 ECM-B10 のマイクの指向性を変えてみました。これが全指向性になっています。モノラルマイクなので、ステレオ感が増えるとかっていうことはないんですけども、反響音がこれで結構入ってきてるんではないでしょうか。では続いては、ECM-GZ1M、ハンディカム用のアクセサリーのこのマイクに切り替えてみたいと思います。あ、今電車が来てますね。全指向性だとどうだろう、音入ってるかな。はい、 ECM-GZ1M に切り替えてみました。このショットガンマイクはハンディカム時代のマイクロフォンになります。アナログ伝送です。指向性は高いと思いますが、ECM-B10 と比べて音はいかがでしょうか。反響音とか入ってないでしょうか。続いては、ステレオで使える、ECM-XYST1M、 こちらに切り替えてみたいと思います。 ECM-XYST1M に切り替えてみました。今、マイクは両方側を向いています。広い指向性にして撮っています。反響音割と入っているのではないでしょうか。よいしょ、どうだろう。では指向性高めてみます。指向性を高めるといってもマイクの向きをよいしょ物理的に変えるだけなので、それほど狭い指向性になるものではありません。はい、どうでしょうか。指向性は高まってるでしょうか。反響音の聞こえ方とか変わりますかね。どうでしょう。ただ、音声はステレオになっているかと思います。では続いては、Bluetooth ワイヤレスの、ECM-W2BT、こちらに変えてみたいと思います。マイクをチェンジしました。 ECM-W2BT、Bluetooth によるワイヤレスマイクです。マイクはここについています。指向性とかどうでしょうかね。まあこれはもう距離を離れても音声が全然聞こえ方が多分変わらないんじゃないかなと思います。こんな感じです。音声が聞こえます。これに、オプションの ECM-LV1 をつけることによってステレオ音声にすることができるので、それもちょっと付け替えてみたいと思います。
お、今電車が来ましたが、電車の音どれぐらい拾ってるでしょうね。電車が 2編成来ました。マイクはここの突端のキャップを外して、ここにマイクを接続します。接続しました。はい、今ワイヤレスマイクにステレオマイクをつけてみました。この LV-1 でなくてもどんなマイクロフォンでもここにつきますので、例えば音楽会の収録の時とかであれば、こちらのレシーバーを、ステージのところに置いて、でそこにステレオマイクを接続することで、ワイヤレスで特のステレオ音声を収録することができます。続いて、Xperia Pro Iこれに、音声もここで、ちょっと試してみようかなと思います。 Xperia Pro Y にも、2つの、2系統のマイクがついているのと、アナログ伝送でワイヤ、ECM-G1 の音声が入れることができますので、これを試してみたいと思います。今度は Xperia Pro Y に、切り替えてカメラを切り替えてみました。マイクロフォンは、これはですね、Xperia Pro Y の標準のマイク、ステレオマイクで、左右についているマイクを使って、収録しています。これをですね、Xperia Pro Y の方で変更して、設定を変更して、センターマイク、ボディ背面についているモノラルマイクに切り替えることができるので、ちょっとそれに変えてみます。はい、マイクを変更してみました。Xperia Pro Y についている、リアの背面のセンターマイク、モノラルマイクに切り替えています。これがモノラルマイクの音声になります。先ほどと比べると反響音どうでしょうかね。これを、ECM-G1 に、アナログ接続で、マイク入力をすることができるので試してみます。マイクを装着しました。ECM-G1 を、今装着しています。アナログのケーブルでですね、Vlog モニターの方に音声を入力して、それで収録しています。センターマイクと比べて響きというか指向性はどうでしょうか。かなり違います。違いが出ますかね。僕もちょっと聞いたことないので、これ収録した後に帰って試してみたいと思っています。ということで以上、お店であるですね、マイク6製品の、比較でございました。あ、今また電車が来ました。